急にお腹が空いてきた。急に、急に、キュウリ。今日のたわわのわは JA 鹿児島肝付きのキュウリを紹介します。脳を通じて幸せを提供する JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。やってきたのは東串良町。20年以上キュウリの生産に携わっている西鶴さんを訪ねました。西鶴さんが育てるキュウリの特徴を教えてください。特徴、はい、みずみずしくて歯ごたえのあるパリッとした美味しいキュウリです。うわー、美味しそうですね。栽培時期はいつ頃からいつ頃までになるんですか？10月の上旬から定食が始まってピークが中頃で、収穫が早い人で11月の上旬から始まっての最終6月いっぱいまで収穫が続きます。すごい長い期間収穫されるんですね。そうですね、長期にわたってですね。冬の時期にも豊富な日射量がある東串良町。恵まれた気候を生かし、キュウリの生産量が県内ナンバーワン。毎年およそ4500トンも出荷しているそうです。私も収穫に挑戦。専用の道具をつけて行います。ではこの立派なキュウリをしっかりと指で支えていきます。お、わ、収穫できました。本当にずっしりしてますね。長さも大きいですね。すごい。そして見てください、このもうみずみずしさが伝わってきますよ。とても美味しそうです。美味しいキュウリを育てるため日々の観察を大切にしているそうです。変わったところはないか、病気がないか、ね、あとはこういう葉っぱの艶があったりなかったりするんですけど、元気があるとこう全体的にこう艶が出てくるんです。うーん。 JA 鹿児島肝付きのキュウリはおいどん市場や県内の A コープなどで購入することができます。最後に西鶴さんの今後の目標をお聞きしました。東白って言われると意外とピーマンは有名なんですけど、キュウリは意外と知られてないというか、まだ東白だったら、あ、キュウリもあるんだよねって言われるぐらい頑張っていきたいです。私もたくさんの方に広めていこうと思います。よろしくお願いします。今日は東串良のキュウリどうですか？シャキシャキで美味しいですよ。皆さんぜひ食べてください。ここで番組からのお知らせです。キュウリを5人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上、ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。